皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。ドアに犬用ドアを設ければ自由に通ってくれるので、ドアを開ける手間が減る。答えは×です。犬用のドアは作っても、犬によっては下枠やフラップを嫌がり通らないことがあります。犬用のドアを作ったからといって犬が自由に通ってくれるとは限らないので、注意が必要です。以上で愛犬丸バツクイズ終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。